メトトレキサートは、陽酸の代謝を阻害する、代謝拮抗剤である。代謝拮抗剤は、代謝の過程で生成する代謝物質の利用を、阻害する物質である。このような物質は、陽酸の利用を阻害する抗用酸剤のように、しばしば代謝物質と構造が類似している。代謝拮抗剤の存在は、細胞成長や、細胞分裂を妨げ、細胞にとって有毒であるため、 がんの化学療法に用いられる。代謝喫抗剤は DNA 生産を阻害し、これによって主要細胞の成長と分裂を妨げることから、がんの治療に用いることができる。がん細胞は他の細胞と比べて分裂の期間が長いことから、細胞分裂の阻害は他の細胞よりもがん細胞により多く害を与える。代謝喫抗剤は DNA の構成材料であるプリミアピリミジンを装い、細胞周期のエスキにおいて、これらの物質の DNA への取り込みを妨げ、通常の成長や分裂を停止させる。これらの物質は RNA の合成にも影響を与える。しかし、チミジンは DNA の合成には使われるものの RNA の合成には使われないため、チミジル酸合成酵素によるチミジン合成の阻害は、 RNA 合成に対して DNA 合成を選択的に阻害する。その効率性のため、これらの薬剤は細胞性側線として最も広く使われている。解剖治療科学分類法では l h b に分類される。代謝拮抗剤はイオンアミの安息鉱酸と競合することで、細菌中でのジヒドロ養酸の合成を阻害し、抗生物質になり得る。 これらの物質の主なカテゴリーは以下の通りである。ありがとうございます。